ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。海外でご覧のあなたありがとうございます。そして5年後、10年後、50年後、100年後ご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2680年、令和2年1月11日土曜日です。後期2680年、この後期という元号は日本の初代天皇神武天皇が即位された年を元年としております。ここは東京新宿駅南口です。目の前の甲州街道を挟んで目の前にバスターミナル、バスター新宿があります。ただいま午後5時55分少し前です。気温は10度少々です。こんばんは、こんばんは、こんばんは。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で街頭で訴え続けております。こんばんは、長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。皆さんもここで街頭でスピーチしませんか。自由に社会や政治に疑問や意見を投げかけてはいかがでしょうか。ここでね、お断りしているのは皇室批判と、そして日本政府転覆、いわゆるね、武力による日本政府転覆、この2つはお断りしております。その他は自由に社会や政治に疑問や意見を投げかけてはいかがでしょうか。私、君の会、長谷川隆はここ東京新宿駅南口で街頭で言論の自由と報道の公正を訴えております。これは私たち国民の選挙による議会制民主主義を守るためです。こんばんは、ありがとうございます。今日テレビ、新聞、報道機関、マスコミの露骨な偏向報道、印象操作、時には嘘の報道、異なった意見がある場合は両論併記が原則にもかかわらず、あえて日本を貶める、日本を貶める反日の報道に偏ったね、反日の報道に繰り返し繰り返し報道されております。公共放送 NHK までもがこの有様です。さらには重大事件にもかかわらずあえて報道しない、重大事件にもかかわらずあえて報道しない、このようなことも多々あります。この報道に日本の危機を感じ、ここ東京新宿駅南口で言論の自由と報道の公正を訴え続けております。皆さんもぜひここで一言二言社会や政治に疑問や意見を投げかけてはいかがでしょうか。もちろんね、初めての方、未経験の方、大歓迎です。ぜひご参加ください。ありがとうございます。ありがとうございます。